はい、長浜城の周辺の、ね、の交差点へ。ここの先が湖岸道路、しまなみ海道というところですね。呼ばれているところですね。そういうことですね。ほら、なんか新しい施設建設してるよね。すごい、むちゃ綺麗になってますね。さあ、まあ、東京11件解除されたみたいな。多分また発動するんじゃね。多分発動すると思う。まあ分かってるから前にですよ。これで規制しよう。宮沢さん、これやったら俺首相には速攻の軍事力で潰すぞ。お前大津も壊滅させるぞ。壊滅させるぞ。この前行くと接客悪い連中、あの世に行けこと。はい、すごいね。すごい施設になったね。すごいね。ここはお子さんたちがいますね。ああ、桜の開花の時期、多分あれは梅だと思います。お子さんたちいますね。すごいね。ねえ、長浜城周辺の駐車場、今建設工場みたいな。ねえ、お子さんもいますね。今春休み期間ことでした。こうやってしてますね。ちなみに私ね、3学期生か2学期生にしようか、まあ、入学は1月の4日か12日からしないか。ほんで7月に1学期終わって12月に卒業で、これでいいんじゃないかで提案したね。ほんで博物館ね、結構すごいね。頑丈に作ってるな。これはいいんやってね。結構ここはもちろん地元の企業がやってるからいいんやけど、それは結構すごいね。はい、建設しますよ。そう、おー、じゃあ多分ね、すごいね、綺麗になってるんです。はい、これな、駐車場の建設場、駐車場じゃなくて多分ここ広場だと思う。なんかの、多分引き山祭りに使うための会場だと思うね。ね、こういうことね。ちょっと今日は長浜港みたいにな。ちょっと、これを通り来たね。はい、ああやってバスでしょうね。そう、残念やけどね。ああいう事業所の人たちもよ、あれやろ。ああ、ダメだけど、俺みたいにさ、徒歩で来ないとダメね。あ、まあ、公共か。電車に限ってね。こちらの長浜港上。ね、こちらは、ね、スポーツ施設ですよね。そういうこと。宮古宮さん、ここは長浜です。さあ、そういうことです。山内カッペイさんもあんまり紹介しなの言うわ。俺が純然民間のアドバイスなっちまって、はあ、こういうことで GoTo トラベルこんなもんどうでもいいんや。言っとくけどね、 こういうポイントね、一回付与されたら二度と付与されないね。わたーん最初出ないやん。おい本庁舎やん。お前らなんで勝手にマイナンバー記入者、法務記入者苦情やぞ。裁判沙汰だぞこれ、うん、最高裁まで争うしたいだろ、これじゃ。分かったか、接客悪いぞ、これ。苦情も拒否か。こういう場所ね。すごいね、綺麗になったんだね。私はあんな、ほん。ここね、敷地。ね、こういうことやね。では、ちょっと長浜湖。なちょっと、新浜湖とね。比べたいね、ちょっと、ピザの漁船区間見て、うん、でも全体的には広いんや、ここも。ああ人口は、うん、合併前はね、前はここも5万ほどやって、全体的にはまだ。というわけで、安倍晋三、お前、置いとけよ。これ以上不正選挙すると容赦せんぞ。どうせお前らんぬ、お見知らんやろ、バカモンが。お前のみたいな、こそこそと、うん、3.14 で逃げたの知ってるぞ、こら、うん、やさぞ、こら、うん、ことでした。もう、喧嘩打ったやん、ここ。
そう、ここはわかる。そう、この方がミャンマーの創設者です。この方、ドイツ、こう都市設計ね、アウグスブルク。でもその割にはあまりドイツ色ないけど、まあいいね。ドイツ系の人来てるのかなと思ったら、そう。いや、なんて。さあ、ちょっと。こう見て、ちょっと見たかったんだけど、ベゼニーやバックグラウンドミュージックこれでも結構大変、参考ですよ。ベゼニーはこの道路だな、このバックグラウンド ね、もうすぐ桜の、ね、多分ね、情弱や、あの吉祥寺の関係者、ウェルエナジーなんけど、ここの人たち多分情弱や、旧長浜のメンツばっかり、あんまり事情知らんねん。ああ外の世界に行ったことないんや、あんまり。ここがいわゆる措置入院ね、病院の言うこと絶対、この人たち情弱や。ちなみに観光に治っちゃったからさ、完治してた、自然治癒で治ったやん、ジャオさんもね。そう、多分ね、あそここら辺に公共施設あるんや、ここに、まあ、ここでもしあのホテルで借りようと、多分お金かかるわ、多分しよう、1万円以上はかかるわ、1時間あたり。あんからね、多分私、多分三笠大と貸さんとも、大宮島、まあ、市の施設やったか貸して、多分無理やったんや、交渉してない、無理やったんや。否定的やったよ、さあやったよ、旧市街の連中に、キロボトの連中にな、さあ相当いろんなところに恐喝してた、全然反省してないよ、こいつら、すごい、バカバカしいと思った、そういうことで、バカバカ、こちらは長浜海岸です、波取るんやな、すごいね、ここも海水浴にあるんや、あんまり使ってんやろかな、さあ長浜ね、旧長浜ね、さあ目立った産業がないんや、旧日の本同様あんまりないんや、場所って分かったよ、ああ、上前はね、めっちゃ面積地になってたよ、あの一棟と同じやん、あそこ小さいな、合併したら、大宮島にあげるわ、もうあげるわ、もう東大宮が高架にあげるわ、もうあげる方針固めたら、もういいんや、あれで買いつぶりだよな、あれこちらのコンビね、ちなみに花火大会、いやここも全面封鎖されるんや、まああんまり興味ないけど俺もいいんや、警察なんてゴミやから、青やし、青やからね、こちらがホテルですね、ここは高いんや、あんまり多分ね、一泊泊まろうと思ったら多分一人当たり大人で1万円ぐらいかかるわ、多分高いわ、もうかかると思う、多分滞在したらね、落ちたよ、いいや、もう俺は前移ったらさ、東洋住む予定ね、ことは一戸建てはちょっと無理ない、固定資産税と払うから、ケース、ああなんか安倍晋三ね、すいませんね、ああいうところにね、そう税金かけ始めたやつ、どけちやなこいつら、あの安倍晋三って本当にいいよ、かとても西日本諸国海軍、ね、そういうことでこいつ知ってたよ、岸屋と吉屋の連中、岸屋と吉屋の画像やからね、そこで俺喧嘩売り始めて、戦票売りし始めて、そこで浜松の政治に情弱やってわ、情弱です、何でもいいから情弱です、でしたそう情弱って言えばよかった、反省してないんや、こいつ、
もう無理やねん、ごまかしたってさ、もうダメやねんこいつから。はい、どう、あの福岡博多湾のこう海岸、こここれ説明するわ、漁業関係者たち説明するわ、今はこうね、めっちゃこう綺麗な、めっちゃ老朽化して、あの時のお前が、ね、こう食ったれ、施設なり綺麗やぞ、ここでもちょっと食ったれ、待て、うちの会自称ね、よう分からんけどさ、俺冷たかった接してんやん、40年か人権侵害してたんやん、その証拠に消え、これで俺の宮崎と金井宏子、お前ら逃がさんぞ、国外逃亡したら、お前ら王者軍が阻止するかな、警察の幹部はお前らも分かってるか、容赦せんぞ、ここは焦土化するぞ、この町が、ここであれも民営化しろ、公共スポーツ事業団も全部民営化しろ、公共施設が多すぎる、民営化しろ、とても TPP-FT ともないよ、バーブザーカバーリードオンスジェフ、ここがアストラゼネカやとファイザーじゃない、ここが長浜です、公安施設ね、もう多分ね、俺は引き付け宮古人っていうところや、工区長にね、はい、みたいここで接種するわ、もし、ね、あんな福祉事業所いらんねん、なぜかっていうと領収書停止センターあんねん、さあ、そういうこと、領収書で補助金もらってください、領収書停止センター、領収書停止センター、さあ、あかんねん、さあ、ここでサービスずさんやって、さあ、あのね、精神系と神経系のね、医師たちの死んだ嘘っぱちがあって、俺バカにしてたよ、ハスペリが、症候群ってバカにして、かなりよか、異変のご鎮痛、京都同士は爆撃するぞ、俺が首相になったの、容赦せんぞ、お前どこにいるかってどっかよ、全部調べるぞ、お前の素性、全部の医師会の講師、調べるぞ、お前の名簿、調べるぞ、爆撃するぞ、お前、容赦せんぞ、全部自民党、停戦。容赦せんからなって感じ、まあ、こうすごいね、こういう人ですね、そうね、あの子が本当にかわいそうで、びっくりや、本当に現実見せられてびっくりや、もう現実見せられたんや、あの光景見て、さあ他の連中ね、情弱、単なる情弱知ってたんや、こいつらもんね、グルやったんや、さあ上だけお塩がクライスアクターズ、さあ、宮崎さん、お前ら知ってたんしよ、無学者、容赦せんぞ、これ戦争やぞ、これ全面戦争や、容赦せんぞ、軍事力でお前、嘘はしよ、消毒化するぞ、俺どこで命令したら、できるんや、ブロッコリー潰すぞ、もう容赦せんわ、もう戦争や、もうお前らと戦争や、この警察を信用できん、テロリスト、皆さん、通報してもね、こいつはいい加減なこと言うからね、例えばこういうところに事件起こって、こいつはいい加減なことしましょう、怒れ、皆さん、いい加減なこと言ってんのかなって、いえ、ぶち切れ、怒ってたから切りたい、接客のあるさん、苦情拒否で、ここで退院請求書を却下された、やせぞ、お前、容赦せんぞ、爆撃するぞ、これ、もう容赦しない、お前らみたいな、反省も皆無。クイーンリギンすいません、君らも遅かまりよ、お前らもや爆撃するぞ、この人は、京都全域爆撃するぞ、大見同様、四国全域そう、容赦せんぞ、これ何が四国出身やねん、全然違うじゃん、現実は意外なことすりゃ、全部クライスアフターズ、あ、こん日本一応、そう、クライスアフターズ国か、か、だに、まあそういうことで新しくなった駐車場ね。以上です。